こんにちは、おさきです。今日はクレアーズの購入品を紹介していきたいと思います。開けていきます。こんな感じでいろいろ入ってますね。はい、じゃあまずじゃじゃん、この紺色の手袋です。これはこうやってやった時に指が出るので、手袋しながらスマホいじったりできるし、寒い時はこれかぶしてこういう指先まで温めることができる手袋です。次はこれです。バナナのクリップです。私フルーツ系の柄のものが好きなのでこれ買いました。それでこれとこれとこれ3つセットで500円だったんですよ。ちょっとお得だったので買いました。これがサボテンのノートになってるんですけど、これみんなが憧れる鍵付きのノートになってます。鍵を開けるとパカッと開いてノートがパラーンって開く感じです。で鍵はめてみます。はい、こんな感じで開いて、はい、こんな感じでいっぱい入ってます。紙が、これは YouTube とか TikTok のネタ帳に使おうかなって思います。で次、これも3点セットのピザのイヤリングです。ちょっとこれつけながら紹介したいと思います。はい、こんな感じです。私ピザが好きなのでこのイヤリング買ったんですけど、触り心地がすごい柔らかくてスクイーズみたいになってるイヤリングです。ここにリコちゃんマークがちっちゃいんですけど書いてあって、それも可愛いので気になって買いました。あ、これつけ、あ、マイク次はこの剥がせるマニキュアっていうやつです。でこれベロベロキャンディの形になってすごい可愛くて気になったので買ってみました。学校はマニキュアつけてちゃダメなんですけど、1日で剥がせるので休日とかにつけて剥がせば学校でも大丈夫なので、ちょっと今塗ってみたいと思います。なんかマニキュアとか普段つけないので、どんな感じなのか楽しみ。この髪のピンクです。なんかついちゃったなんかボンドみたいな匂いがします。あ、だからボンドみたいになってるから剥がせるのかなと思ったら、こんな感じです。かわいい。次、これが最後です。この猫のスパンコールのぬいぐるみになってるんですけど、あ、犬です。これ犬なんですけど、今流行ってるこのこうやってやったら青色になって、こうやってやったらピンク色になるみたいなスパンコールのやつが流行ってるので、ちょっとこれ気になったので買いました。で、これ店員さんに今流行ってるもの聞いたら、これがなんか一番流行ってるみたいなのでこれにしました。妹と遊びたいと思います。じゃあこんな感じでクレアーズの購入品の紹介を終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。